皆さん、うわよ、うわすごい、暖かい、待ってましたという拍手、もういや鳴り止まない、やんでるね、どうした、すぐやんだじゃん。ありがとうございます、阿部浩二、おしゃべりさせていただきます、よろしくお願いします。お願いします。楽しい時間にしたいですよね。あのね、ゴルフパートナーにちょっと見に行ったんです。ゴルフ僕たまにやるんでね、ゴルフパートナー何かあるかなって、おばちゃんがもう相当長い間ゴルフやってんのかな、わかんないけど、こういろんなクラブ見ながら、店員さんがこう一人付きっきりで、もうこのクラブいいわーって、一本のねドライバーを見ながら、このクラブ最高、これあれだよね、あれ宮崎愛が使ってたやつだよねっていうの、あれと思って、宮里愛なわけ、でもおばさんすごい宮崎愛って言ってんのね、ああそうっすねって従業員が言うの、嘘つけと思って、そんなね、そんな乗り方ないよね、それだったらなんか、はあそうっすねって俺だったら言うと思ったわけ、ファーってゴルフだとね、こう打った時に違うホール行った時、間違ったよって時とか、危ないよって時、ファーって声かけるわけ、だったら俺あーのところファーって言うだろうなっていう、はあそうっすねって、ちょっとやっぱ刺していきたいじゃん、なんだろうね、そんなにね間違えるみたいなこともねあって、この間ねしゃぶしゃぶ食べに行ったんですよ。まず飲み物はとか言われるから、じゃあ分かりましたって言って、3人で行ったんで、お茶を、僕はお酒飲めないので、お茶を、緑茶をって言って、分かりましたって持ってきたのがウーロン茶なの、もう真っ黒なの3つ、あれって言って、緑だよ頼んだのって言って、ほんでまあ言ったら、うちのはね あんまりウーロン茶飲めないんですよ、緑茶がいい、 だから一つだけじゃ変えてくださいって言った、二つは僕ら飲みますんで、ウーロン茶いいですいいですよって、すみませんとか言いながら、ほんで緑茶来たわけ、ほんでじゃあ何食べようかなで、まあまあしゃぶしゃぶのセットと、じゃあ、このサラダはどうするみたいな、なんかいろんなサラダあるけど、わこれ美味しそう、白菜サラダね、白菜サラダ、このわさびのなんかソースがかかってるっていう、あなんか美味しそうじゃんみたいな、白菜サラダお願いします、グリーンサラダ来たの、はぁと思って、まさかと思ってグリーン避けてみたの、グリーンだったの、だからグリーンサラダだったの、白菜サラダ分かんない、見たことなかったから、白菜の上にグリーンあんのかなと思ったら、グリーンの下にグリーン出てきたから、もう白菜はないわけ、あれ白菜ないと思って、すいませんっつって白菜サラダなんですけど、すいませんって来たら、本当に白菜がバーンって出てきて、その上にこうなんかわさびのソースがかかってるっていう、これが本当に美味しいの、あえと思って、こんなに間違えると思って、こんな2個も連続で間違えられて、で結局なんか持ってくるのもなんか小皿足んないとか、なんかちょっとずつこうずれてるわけ、あれと思って、ちょっとでもまあそんな悪い子ではなさそうだしと思って、この子がこうなんかこう物を置こうとした時に、ここのとこの右手にね猫のタトゥーが入ってたの、あれ猫のタトゥー入ってると思って気になっちゃってて、すいません猫のタトゥー入ってますねっつって、そしたらねその子が言うわけ、あこれ前の彼氏と一緒に入れたタトゥーなんです、もう間違っちゃったっていうの、間違える子なんだと思って、すっごい間違える子なんだな根本からっていう、だってね別れるか分かんない猫、彼氏と猫のタトゥーお揃いで入っちゃってるってことは、もう一匹どっかにいるよね、それもそれで面白くて、お知り合いとかお仲間というか一人男性がいらっしゃいまして、その男性が周りからは結構しっかりしてるっていう風に思われてて、しっかりしてるって言われてるんだけど、俺は最初の会った頃からしっかりしてるっていうか、なんか変な人だなってずっと思ってた人がいるの、すごいいい人なのよ、うん、でもねその人とねこの間ねゴルフ行ったんです、4人でゴルフ行って、うちの奥さんも行ったんだけど、こうカートを運転するんです、その人がで、まあ、パンパンってみんな打って、ほんでクラブ後ろに入れて、ほんで後ろ乗り込んで、ほんでカートその人運転しながらとかって進んでたんです、俺乗ってないのにスタートするんですよあれってなって、奥さんとはよく変だねって話したの、変だねってやっぱり変だ、変だってそんな変なんじゃないんだよ、そのおかしい面白い人だよねみたいな人 として話してたんだけど、そしたらねゴルフ終わったらお風呂入るんですよ、ほんでその時はコロナ禍の状況の中なので、お風呂に、疲れませんよって入り口で言われて、だからまあシャワーだけはで汗かくし、ちょっと小雨も降ってたんでシャワー浴びて帰ろうみたいな、でシャワー浴びて帰ろう
で一人先にお風呂入って、で俺も準備してて、そのちょっとおかしいなと思ってた人もバーッと服脱いでこうしながらこうお風呂に向かったんですよ、マスクしながら。えってなって、あ、これ変態ですわとか言いながらそりゃそうだよね、変態だよね。ほんで先に入った人も俺もちっちゃいタオル持ちながらお風呂入るのに、その人も何にも持たないで、こうすっごい元気に楽しそうに入ってったの。もう出ようかなと思ったらここにね風呂があるんですよ。風呂、大きい風呂があって、シャワーのところからひょこって出てきて、そのねおかしい人がね、冷たって言ったの。入っちゃいけないって言ってるし24度ってなってるんですよ。そりゃそうじゃん。どういう挑戦だったのか分かんないですよ。その実際に入ろうと本当に思っちゃったんだって、後に聞いたら。いやダメだって言ってたじゃん、入り口でも。ほんで、あ、冷たって言いながらそのまま出てったんですよ。